はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はこちらのねパッソですね。でまあいつも通りのねメンテナンスをしていきます。でこれね走行距離がね4万何歩ぐらいなんですけど、おそらくですけどね2万キロ程度ねオイル交換をしてないっていうとこです。若干ねエンジンかけた時にねタペットのカチャカチャ音がしてるんで、まあね1回スラッチライザーしてオイル交換ですねをして、まああとそれ以外のねメンテナンスですね、いつも通りのメンテナンスをしていくっていう流れです。それではねご視聴の方お願いします。はい、じゃあねまずは下回りのね塗装をしていきますね。でこの車のね持ち主の住んでるとこはねちょっと山あいの方で、雪が降った時の塩害がねかなりすごいんですよね。で前に乗ってた車っていうのがあって、まあホンダのねライフなんですよね。まあちょっと前のやつですけどね、それがねもう腹下が穴だらけで、ねフェンダーリアフェンダーなんかも腐っててみたいな感じで、結構ねボロボロでした。だからまあそういうのもあるんで、ちょっとこの辺はねしっかりと管理してやって、まあねボディのね程度がいいうちにちょっとでもねこう塩害に遭いにくいようにねちょっと処理をしていこうかなっていうところですね。ですのでねしっかりとね隅から隅まで塗り込んでいって、まああとはね本当はまあねそういう雪道した後にね洗ってもらったりすると一番いいんですけど、まあ乗ってる方がね高齢なんでね、まずそこまではしないだろうなっていうところですよね。まあそうなってくるとやっぱりこういう風にしてちょっとでもね、まあ塩害対策ができたらいいのかなっていうところですね。まあ、とりあえずね腹下を全面隅から隅まで塗っておきます。はい、じゃあね今からレックスですね。でこちらのね棒でアクセルをね開けてからやっていきます。はい、じゃあね先ほどのレックスをやっていくっていうところで、まあペダルをねこう押さえつける棒ですよね。それでねアクセルガイドをねちょっと開けてるんですよ。でなぜそうするかっていうと、まあ、この負圧でね吸わせてるところから途中でね液剤がね吸い切れなくて溜まったりとかするんですよね。そうすると最後にレーシングした時にもう煙ばっかりいっぱい出てくるっていうことがやっぱあるんですよね。でこれをね吸気ポートに流していって、まあこのね薬剤でまあ汚れを取るっていう時に結局途中でねもう液が溜まってて吸えてないってなるんだったら、まあ掃除ができてないっていうことですよね。まあそれだったらね、まあ負圧の力を開けてやるとアクセル回路を上げてね、それでねまあこう液剤がきれいに入っていくようにするっていうところですね。まあそれでもねたまに踏んだ時にね、まあ、煙が出る車もあれば出ない車もあるっていうところですけど、まあねちょっとでもこのレックスの効果っていうのをね、まあ、上げてやるためにそういう風にやってます。まあこれはね、まあやり方はまあね、そこでね、施工するところで違うんじゃないかなって思うんですけど、まあ一応ね、和光図のね、営業とかにも聞いたら、まあやり方としてね、別に間違ってはないとね、まあ、普通通りのね、やり方はアクセルはそのままでアイドリングでいくっていう風にね、やってるんですけど、まあ別にね、問題はないって言ってましたね。はい、じゃあね、レックス終了後に今からね、これレーシングをしていくんですけど、ちょっと煙が出てますね。これね、アクセル回路開けてたんですけど、途中でね、アイドリングになってたんですよね。で、まあ、やっぱりこういう風にね、アイドリングになってた時に、こういう煙がもくもく出ると、薬剤がね、入りきれてないっていうことがね、やっぱり起こることもあるんですよね。これが結局ね、じゃあやってる途中のね、まあ、最初のうちは多分綺麗にね、なってたと思うんですけど、途中がね、薬剤がもう溜まってる状態なんで、一気にね、今薬剤が入って、燃焼室で燃えて煙が出てるっていうところですね。はい、じゃあね、エアコンメンテナンスですね、今からやっていきます。はい、じゃあね、ガス規定量ですね、350g になってます。はい、じゃあね、今からエアコンのガスのね、抜き取りの方やっていきます。そしてね、ガス規定量は 350g ですね。で、抜けたガスなんですけど、240g で、まあ、110g ね、少ない、減ってるっていう感じです。でね、この車がね、まあ新車から3年の車なんで、まあ最初がね、まあちょっと少なかった状態からの、またちょっと減ってるのかなっていうところがね、伺えるかなっていうところですね。で、まあ定期的にね、こういう風にエアコンメンテナンスをすることで、まあガスがね、少ない状態を極力でなくすというところですね。そしてコンプレッサーのね、オイルですね、そちらの入れ替えもね、まあ定期的にやるっていうところがね、大事じゃないかなと思います。エアコンのね、機器がね、やっぱり今効いてるって思ってても、徐々にね、やっぱりガスが減っていくことで、機器は弱くなっていくんでね、ただそれをいつも乗ってると、それに気づかないっていうだけなんですよね。もう施工してやるとね、また劇的に変わったりとかっていうのもあるんで、まあ、しっかりとね、エアコンメンテナンスはした方がいいですね。はい、じゃあね、フラッシングモードクリーニング3回ですね。
はい、じゃあね、今からフラッシングの方をねしていきますね。バックリターン方式ですね。低圧側から高圧側、高圧側から低圧側っていう風にね、配管の中の洗浄をします。で、まあコンプレッサーオイルのね、まあ入れ替えと、あと配管内の汚れ、そしてね液パンの詰まり、まあそういったのをね取ってやるっていうところですね。やはりね、このフラッシングをしてやることでコンプレッサーオイルの入れ替えができるっていうのはやっぱりね非常にいいとこじゃないかなって思うんですよ。過去にね来たお客さんとかで、まあこの機械じゃないので、まあガスの回収をしたらコンプレッサーオイルが出るっていう風にねお店の人から言われたらしいんですよ。でもね、実際やってみたらね、まあ全然 0g っていう感じ、0cc、 まあそんな感じでね、コンプレッサーオイルが出なかったっていうことで、まあフラッシングをしてほしいっていうことでね、まあうちに過去来たお客さんいました。で、実際それやってみるとね、コンプレッサーオイルたっぷりね出てきたんで、まあね、そこら辺がね、やっぱ機種の違いとかによっても、まあそういう風なね、感じで出る、出らないのがあるのかなっていうところですよね。まあただね、回収しただけだと、この機械とかでもね、入りすぎてる分しかね、やっぱり拾わないんで、中に残ってるの全部出そうって思うんだったら、やはりね、フラッシングをね、いっぱいして、中のね、方をね、もう全部出してしまうみたいな感じですね。そしてね、あと液パンですね。こちらの詰まりの除去っていうのも、まあ、ポイントとしてね、大事なとこですね。特にね、まあ、この車なんかまだ新しいですけど、車が古くなっていって、特にね、液パン詰まりが多い系のね、メーカーとか車種っていうのに当たるとね、やはりガスが入ってても効かないパターンって結構多いんですよね。で、ね、これがね、詰まりがあるんで、このね、フラッシングをしていくことで、今入ってるガス量ですね。これがね、フラッシングを、回数をこなすと、どんどんね、詰まりが取れていくとね、入っていくっていうイメージで思っていただければいいと思います。で、目安はだいたい規定量のね、3から5倍ぐらいっていうところですね。だから明らかにそれよりも入らない車。っていうのは、まあ、詰まっている疑いが強いっていうところですね。あとは、まあ、入っているガス量と吹き出し口のね、温度とかを見て、まあ、原因が何なのかっていうのをまた絞り込んでいくっていうところです。そしてね、やっぱり最近ね、ものすごくね、暖かくなったっていうのももう暑くなってきましたよね。その影響もあってね、エアコンの問い合わせがね、ちょっと増えてくる傾向にありますね。ですんでね、皆さんもね、まあ暑いって感じてね、エアコン効かないっていうんだったら、もう早めにね、持ってきた方がいいですね。まあ、またね、その暑くなったり寒くなったりっていうかね、まあそうでもなくなったりっていうのがね、まあ、今の月だったらまあそんなもんかなって、5月ぐらいまではですね。で、6月ぐらいになるとまたね、雨が多くなるから、まあそのエアコンが効かなくてもね、冷えるんですけど、やっぱりね、7月の梅雨明けてからだとね、おそらく効かない車ってほぼ効かないような状態になると思うんで、まあそうなる前にね、早めに施工することはまあおすすめしますね。はい、じゃあね、今から真空時間がね15分ですね。そしてね、規定量350ですね。そちらをセットしてまあやっていきますね。今回は添加剤は入れないです。そしたらね、フラッシングが完了して、こちらのねコンプレッサーオイルですね、新しいのを入れていきます。真ん中がね廃油のボトルですね。まあまあ汚れてますね。で、今からねガスの方を充填します。で、1分間のね漏れがないかっていうテストですね。右上のね低圧っていう数値ですね、こちらにね変化があるとね、ちょっとエラー拾うっていう仕組みになってますけど、まあ漏れの方もないんで、まあこのままね続行していくっていうところですね。そして規定量 350g ですね。こちらの数字が0になったら、まあ全部ね、充填したっていうことになります。これでね、この車のエアコンメンテナンスは終了ですね。はい、じゃあね、今からね、スラッチナイズをします。で、こちらのね、車ですけど、おそらくですけどね、推定ですけど、まあ2万キロぐらい変えてないっぽいんですよ、オイルをね。ですので、まあこう見てもらうと分かりますかね。こんな感じですね。こういう感じで、色味がね、結構黒いですね。で、ちょっとね、エンジンかけてると若干タペット叩いてる感があるんですよね。ちょっとここからね、中が見えるかどうか見て、ここから見た感じはあれですね、全然中よく見えるんですけど、カスがあったりとかね、そういうのはないですね。まあとりあえずね、スラッチナイザーを施工していきます。これでね、中身のねカスがあんまりひどいとやらない方がいいんですけど、そこまではないですね。
そしたらまずはね、こちらオイルを抜きながらね、オイルの色味とかね見ていきます。で実際抜けてる色なんですけど、ちょっと動画じゃ分かりづらいんですけど、結構シルバーな感じなんですよね。鉄粉がね結構出てる感じですね。はい、じゃあねこういう形でジグの方をね装着してます。じゃあ今からねやっていきますね。はい、じゃあね今からやっていきます。そしてねこちらですけど、エンジンを温めてる状態で、でこのね溶剤をずっとね中に溜め込んで、で一定時間ね中に入れたままにしておいて、汚れを浮かせて回収したり、入れながらね回収したりとかします。でエアーの力を使ってるんですけど、これでね大体3キロぐらい、アイドリングの 1.5 倍ですね。でも施工はねエンジン停止した状態でするんで、まあ、エアーの力でねアイドリングの 1.5 倍ぐらいのね油圧をかけてるっていうイメージですね。そしてね、まあ、2万キロ以上ね、2万2000キロなんですよね、調べたらね変えてないのが。2万2000キロ変えてないっていうところで、例えば普通に2万2000キロのね、じゃあオイルを抜いて、じゃあ新しいオイル入れました。そしてエンジンをかけて油量を見るってなった時に、だいたいゲージ真っ黒なんですよね。汚れがね、やっぱりね、残ってるんで、新しいオイル入れてもね、全然汚いんですよね、要は中が。でもね、こういうスラッチナイザーとかしてやると、中が綺麗になるんで、その後ね、新しいオイルを入れて、じゃあゲージ見たらね、綺麗にね、透き通ってますもんね。まあ、そういう意味でもね、やっぱりね、施工してやるとね、見た目の部分でも綺麗になると。で、汚れがね、やはりね、ひどすぎたりすると、がっさりね、落ちて詰まったりとかっていう原因にもなるんで、そういう時はね、まず遅効性のね、フラッシング剤ですね。そちらの方を入れて、まず乗ってもらって、柔らかくしたりとかしてからね、そこから回収かけるっていうのもいいかもしれないですね。そしてスラッチナイザーが終わったら、こちらドレンのとこを外して、まあ、中のねオイルパンの中に残ってる液剤ですね、そちらの方を回収して終了になります。そして次はねウォッシャー液の方を入れていきますね。意外にね入ってない車とかもねたまにあるんで、まあ、しっかりとね見ておきます。はい、じゃあねブレーキ液ですね、まあこんな感じでだいぶね劣化してますので、今からねこれを上から吸って、そしてね踏んで出していきます。はい、じゃあねまず上から抜いていきます。これ抜けるんだったら抜いた方がね後で踏む量が少なくて済むんで楽になりますね。そしてねあとはこちら抜き取りの方をしていきます。でまあ2人1組なのか1人でやるのかとかでまたやり方も変わってくるんですけど、今2人1組でねやってるんで、もう踏んでもらってるっていうところですね。そしてこのホースのね刺さってるところにねフルードが散らばってるんでね、そこにしっかりとね水をかけて流しておきます。はい、じゃあねブレーキ交換後ですね、こんな感じですね。はい、じゃあね今から車の方を磨いていきます。でねこの車がどういう洗車をしているのかね、なんかまあ聞いた話じゃなんか高圧洗浄機でバーっとかけて拭いてるっていうような話っぽいんですけど、それだけだとねやっぱり汚れとかって取れないんですよね。一回やっぱりねスポンジに泡をいっぱいつけてね洗った方がいいですね。拭いてる時にだから高圧洗浄機だけでやってるから多分洗傷がいっぱいついてるんですよね。ボンネットとかも結構洗傷まみれだったんで、でこれね磨いてワックスかけて消してます。はい、じゃあね車を磨いた後はこんな感じですね。このねボンネットなんですけど、めちゃくちゃなんか洗車傷みたいなのがついてたんですよね。まだちょっと残ってますけどね、かなり消えましたね。そしてね側面もこんな感じで綺麗にね仕上がってます。はい、じゃあね今からこちらクレベリンですね、こちらを施工していきます。そしてねこちらのリキッドですね、これをこういう風にパキッて今音がしましたよね。これで使用するとちゃんとねリキッドの効果が発揮されるっていう風になってます。はい、そしたらねこちらですねスイッチを入れて、であとはもうこれで自動でいくんで終わりますね、このままやってたら。はい、皆さん今日のねサウンチャンネルいかがでしたか。こちらのねパッソのまあメンテナンスですね。でまあ走行距離がね4万4000キロで、オイルをおそらく変えてるであろう距離が2万キロぐらいの時なんですよね。でまあそこから変えてないような感じなんで、まあ、実際ねオイルを抜いたらね若干ね銀色っぽいような色も混ざってると、まあ、真っ黒は真っ黒で、まあじゃあねメタルが流れてるかっていうとまあそこまではないとは思うんですけど、やはりねもともと今時の車ってして油がね例えば0、20とかみたいなやばいんで、やばくてねオイル管理が悪いと結構ね露骨にダメージが出るんですよね。過去にはね1万キロ以上やっぱりオイル変えないでやばいオイルを使ってる車で、やっぱりねピストンがいっちゃってカラカラ音が出たりとかね、そういう車もね過去にやっぱり見てます。
ですのでね、ちょっとまあこういうふうにね、まあ言わないと買えない人だったらもうこっちからね、例えば半年おきに声かけをするとかっていうのをまあすればね解決するのかなっていうのは感じますね。でまあフィラキャップをね開けた感じで中にねそのカスがあるかとかどうとかっていうのは特になかったんで、まだまだね大丈夫そうな雰囲気はあるんで、まあ、ここからはねしっかりと管理をしてやるっていうところですね。あとはまあエアコンメンテナンスしたりとかね、いつも通りですね。あとまあローターの方はね、あの距離がまだ少ないんで研磨してないです。で最近ね導入してちょこちょこ使ってるのがあのクレベリンですね。あのまあ、室内の匂い取りとか、まあね、殺菌みたいな感じですね。まあ、今ねいろんなね流行り病とかもある関係もあるんで、まあ、そこら辺でもねこうちょっとでもこういうのに気を使ってやればまた違うのかなっていう気はするんですけどね。まあ問屋のねあのメーカーさんからねあのクレベリンのあのなんですかリキッドみたいなやつを30本ぐらい買うとね機械をタダでもらえるっていうキャンペーンがあったんで、まあ、その時にね導入したんですけど、まあそんな感じでねもうサービスでどん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 やっていくっていう感じでね今やってますんで、まあ、興味のある方はねいかがですか。あとはまあこんな感じでね、まあ、車の方もきれいに磨き上げて、結構ねなんか洗車傷っぽいような、なんか聞いた話によるとなんか高圧洗浄機で洗ってるっていう話なんですけど、まあ、高圧洗浄機で例えばどう洗ってるか分かんないですけど、洗った後にそのまま拭き上げると、あの高圧洗浄機でねじゃあ汚れが取れるかというと取れないんですよね。大雑把な汚れは取れるんですけど、やっぱりちゃんとした、ね、汚れを取ろうと思ったらね泡がいっぱいついたスポンジとかであの掃除してやって、でそこからね流して拭き上げるっていうのをまあやった方がいいですね。じゃないとねおそらくボンネットの傷のつき方がなんか洗車傷っぽいような雰囲気があったんで、まあ、そういう部分はねちょっとどうなのかなっていうところですね。まあ、一応ね磨いて最初よりね傷だいぶ減ってるんですけど、ちょっと深いやつはねなかなか消しきれてないですね。まああとはねあの、まあ、洗車するときに気を使ってもらうっていうところでやってもらえればいいのかなって思います。以上でねこちらのパッソのメンテナンスは終わりです。また次回新しい動画アップするまで皆さん少々お待ちください。